トパ活女子や港区女子、X 民からとんでもない呼び名をつけられてしまう、がネットで話題。内容はこちら。トパ活女子や港区女子がとんでもない呼び名をつけられたようです。では、ストイックさんのポストより内容を見てみましょう。ストイック。なんでみんなトパ活女子とか港区女子みたいに優しく呼んであげてるんだろ。あんなの脱税売春婦が一番正確な呼び名だと思うんだけど。パパ活イコール売春ですからね。一理あると思います。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。あまりにも火の玉ストレートで草ドストレート。でも本当そうですよね。辛辣だけどめちゃくちゃ的確な名称ですよね。マスゴミも絶対こう呼ぶべきなんだよな。曲がることなき真実の呼び名なんだから。ようやく答えにたどり着いたコン。脱税売春婦。2024年は始まったばかりだけど、もうこれが流行語大賞でいい。犯罪者でもいいと思います。事実提起。なぜマスコミは売春をパパ活と呼ぶのでしょうか。次はこちら。ニート、ガジ手伝い。売春婦、パパ活。一生独身、反出生主義。女って世間体気にして、ちょいちょい名称変えてくるよね。全く同感。窃盗を万引きと表現するよりも深刻。みんな、どうかしてる。綺麗に表現するのが当たり前になってて怖い。その通りですね。メディアが悪い。故障を柔らかくすることに一体何の意味があるのでしょうか。どう考えてもデメリットしかないと思うのですが。次はこちら。私もそう思う。売春婦向けの SNS があればいいのに。全年齢向けの SNS で発信してる現状が異常だと思う。確実に未成年に悪影響を与えてるし、売春婦になるハードル下げてる。パパ活戦でもええように、労働者の待遇上げるって話には進展させずに、労働者がバイタ殴るの偶話感あるな。金なくても、普通はバイタやらない定期。そんで何年後かには、私は買われた、とか言い出すんやろな。売春に関しては、警察も取り締まりを強化し、撲滅を図るべきです。最後はこちら。パパ活女子ばっかり叩いてるけど、パパは叩かないのか？こういう話題が出ると、買う側が悪いとかって反論も出てくるんだけど、どう考えても、どっちも悪い、の一言だし、それ以上でも以下でもないんだけど、なぜ悪さに優劣、をつけたがるのか。パパ活女を擁護する行為は、明確に犯罪者擁護だって周知していかなきゃいけない。脱税売春婦と人身売買男だよ。売る側も買う側も犯罪です。まさに、売春婦と人身売買男です。結論。肉体関係を伴うパパ活は売春であり、売る側も買う側も犯罪です。しかしそんな売春をなぜかパパ活と呼ぶことで、売春のイメージを軽くし、売春のハードルを下げるマスコミ。このマスコミの動きには何か意図でもあるのでしょうか。疑念を感じざるを得ません。それに昨今、全国の梅毒患者数が激増している惨状があります。梅毒患者の年齢層は、男性は20歳代から50歳代、女性は20歳代。この年齢層を鑑みてわかるように、おそらく梅毒激増の原因は、パパ活だと思われます。もういい加減、売春の呼び方をやんわりとぼやかすのはやめませんか？マスコミさん。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。